チスチス誰も知らない狩人イカレタコスケでござる。法治部へというジャンルへ果たしてどこまで世に知らしめられてるかわからんでござるが、これで怪異等級レベル240の八つ敵足をやっちまおうっていうね、っていうかやってきましたよという動画でござるよ。ぶっちゃけ260だったかな、モンスターがねある程度強化されて、で300で特別等級になるんで、260オーバーまでは確率は低くなってもある程度クリア可能かもしれないけど、安定してとりあえず 100% 問題なかったら241なんだけど、これね八ヶ岳亜種を一応指定させていただきたい。他のモンスターも全部いけるかもしれないな、ある程度いけるかもしれないけども、まあ、とりあえずでこのモンスターで時間制限が50分で、塔の秘境じゃなくてもいいけど闘技場であったり、それから極戦強化であったりっていうね、決戦場であることが重要でござるよ。というわけで必要なものをお伝えしていこう。はい、必要なもの、鳴神の音通信in霊界な、呼び方が合ってるかわからんが、果たしてね。で今回これをフル強化してるのね。でもね、まあフル強化しなくてもいけるかなといったところ、これフル強化した方が多分確率は上がっているだろうし、実際に、豪傑やられになった時のダメージ量、回復量っていうのも上がるんで、まあ強化しといてもいいかなって感じなんだけど、実はね、このセロビクトワトトワノトトワノール、セロビクアトノワールでござるか、一番最初これでやったんだけど、成功しちゃった上にタイムもそんな変わんなかったんだよね。なんで、ハンターの火力はそこまで重要じゃないっていうことを念頭に置いて聞いていただきたい。なんで装備もね、これ全部、いろいろ使ってるけども、これじゃなくても全然いい。スキルが大事。で、絶対的に重要なのが、この天衣無縫、これのおかげで、怪異等級がクリアしやすくなった。マジで、これまでは200ぐらいの怪異等級、かなり厳しかったんだけど、この後天の天衣無縫、レベル2だね。最低でもレベル2欲しいんだけども、15秒間、吹っ飛ばされないと、ダメージ軽減効果を得るっていうね。これがめちゃくちゃ強い。15秒間ダメージ食らわんのかいっていうとね、いろんな手法で食らわない方法があるんだよね。で、まあ、この辺の装備はまあさておくとして。で、今回5石がね、ちょっと特殊なのを使ってて、龍気活性レベル4の411っていうね、まあ、龍気活性5石なんだけど、これは、これじゃなくていい。これじゃなくていいでござるよ。何が大事かっていうと、今回、八ヶ岳亜種と戦うので、非耐性が非常に重要になってくるんで、非耐性さえカバーできれば、問題ない、といったところでござるな。後天とかをね、3V 使っちゃうと、どうしても非耐性下がり気味になってくるんで、ここを装飾品であったり、まあ、スキルであったり、それから、あれでござるな、防具の防御練成であったり、食事であったりで、まあでも安全ライン考えるんだったら40以上は欲しいかな、といったところでござるな。その辺組み合わせて、伸ばせることができれば、まあ、この龍気活性は必要ないかな、といったところでござる。で、スキルの方をバッと見ていこう。防御レベル7。これもね、ぶっちゃけどこまで効果があるかわかんないけども、非耐性が足りてない場合は、全属性耐性プラス5が非常に大きいので、これはつけていきたいと。で、龍気活性は、これ条件付きの属性耐性50なんで、ぶっちゃけマジで非耐性が上げられるんだったら、龍気活性は全く必要なし。で、属性攻撃強化系とか、超回心とか、技物とか、この辺はぶっちゃけ抜いても大丈夫。それぐらいハンターの火力は、うまくいった時のブーストにしかならない。で、精霊の加護は非常に大事。体力回復量も非常に大事。回復速度も非常に大事。気絶耐性も非常に大事。で、広角の恩恵も非常に大事で、転移無法もレベル2までは大事。奮闘を無理やりつけてるけども、奮闘も別にいらないと。で、心眼レベル2は欲しいね。で、これ重要。合心レベル2。この合心が発動して、で、次に、転移無法のダメージ経験が発動するっていうね。とにかく、連続コンボをどれだけ抑えられるかっていうのは今回ね、非常に重要なんでござるよ。そして、お供。で、今回ね、タコスケは、ニャンちゃんとワンちゃん一匹ずつなんだけど、ニャンちゃんの回復部への技は、まあ、かなり、回復シャボンとかね、癒しの果実とかもあるけど、この辺で運に左右されてしまうので、癒しの四つ葉取りの技とかね。安定して速度を出すのであれば、まあ、猟犬具、総人鎖釜のワンちゃんかな、といったとこでござるな。で、行動基準が、これね、
この強撃にしておくこと、まず一つこれね、あの強撃にしておかないとガルクの場合は、あのハンターの隣でヘイトを稼いでしまうとハンターが殴られてしまうんで、それを注意しなければいけないというところでございますな。でこれ陽動の巻物、これ後でね盟友の時も説明するんだけども、ハンターからターゲットをある程度取ってもらうっていうのが今回非常に重要になってくるでござるよ。事故を減らすためにねって感じでござるな。で音もスキルなんだけど、これ結局ね、まあ前で戦ってくれるのがお供なんで、お供の火力をね優先したいのね。で八つ敵亜種は水属性に非常に弱いんで、属性攻撃強化、それから反撃の術でサポート優先なんかを一応つけてるけども、この辺よりはね、あの火力とか生存率を上げた方がいいかなといったところで、アイルーも一応反撃の術とか属性攻撃強化つけてるけども、まあ、どれぐらい回復してくれてるかっていうとちょっと怪しいところだな。安定するけどね、安定しなかった場合はヒーラー一匹連れてってもいいかもしれんでござるな。で、お供の装備。お供の装備は、もうとにかく水属性。水属性でござるね。これ、オロミドシリーズがね、属性値高くていいんだけども、遠隔性能優先なんで、まあ、好きな水属性の武器を持たせたらいいかな、といったところでござるよ。はい、そして、ここも重要な、盟友たち。当然、癒しの太陽、日の江さんは、放置プレイにおいては、圧倒的女王様率を誇るんで、このご褒美をね、飴と鞭の飴をいただける日の江様は連れていかないと、やっぱね、体力継続回復と、あの、体力減った時の瞬間回復は、手厚いのはね、これは安全だね。で、もう一人がミノトさんですね。姉妹に攻め立てられる形になります。守護の月ということで、こっちはランスですね。そう、ターゲットを取ってくれるミノトさん。これがね、めちゃくちゃ重要になってくる。ミノトさんが、ミノトさんと、ペットたちがターゲットを取ってくれてる間に、ある程度、その合心じゃないや、転移無法であったりっていうのが溜まってくれると、時間かかるんだけどね、かなりヘイト取ってくれるけど、離れたところで戦うから、ハンターの攻撃が届かなくて、かなり時間はかかるんだけども、安定してくるよと。そして、お食事。これ、今回ね、ちょっと、いつも適当なんだけど、今回はこだわった方がいいかな、といったところ、2パターンございます。まず、お団子医療術大。これはもう絶対必須だね。回復量 20% アップ。で、もし非耐性が足りない場合は、二つ目に、この強火の卵団子、お団子非耐性大。大というか、中華。これ二個目も大なのか。まあ大ですね。で、非耐性が足りている場合は、防御術大。精霊の加護の重複効果を得ると。で、さらに、三つ目は、起き上がり拳持ち、お団子防護術。かなりマニアックだけども、これマジで一定のダメージを受けるとバフがついて、次の攻撃のダメージ量をレベルによって軽減してくれるというものでござるな。レベル1になっちゃうと、一番下につけるとレベル1になっちゃうから、かなり効果薄いんだけど、あのね、ダメージを何度も食らって体力が減っていくと、ダメージ蓄積が上がっていくと、なんかね、エフェクトがついて、あの、バフの、何マーク、アイコンが出て。で、そうするとね、レベル1で多分 30% ぐらいは軽減してくれてるっぽい。なんで、繰り返しダメージを受ける場合は、これ非常に有効なんで、このお団子防護術を3つ目に積んでいくんでござるよ。さあ、いきなりクライマックスから始めるでござる。37分あるから全部流すわけにはいかんだからね。いかんだからね。八つ敵亜種がなぜ戦いやすいかっていうと、まあ、こいつのね、手足がダメージ取りやすいっていうのは当然あるんだけど、体力お化けなんで、体力面で言うと倒しやすいかっていうとそんなでもないんだけども、とりあえず、一個一個の挙動が、まあ、ゆっくりではないんだけども、間が結構空くんだよね。で、その間の間に回復する手段がたくさんあるっていうのも一つなんだけど、一番が、今やってくれるかな。あのね、小雲を飛ばすでしょ。小雲をこっちに大体飛ばしてくるんでござるよ。こうやってミノトさんとかが遠くに八つ敵亜種を引っ張っていった後にこっちに攻撃してくる場合、大抵の場合は、ま、火炎放射がね飛んできたりすることもあるけども、小雲を飛ばしてくるでござろう。この小雲ちゃんがね、豪傑やられ時に攻撃すると回復源になってくれるんだね。しかも複数匹いるんで、うまく当てることができれば一気に回復ができると。ここがかなり大きいかなといったところ。まあもちろんね、小雲ちゃん殴んなくても多分生きられるとは思うんだけども、
比較的ピンチになってる時っていうのは、ラッシュをしてくる時っていうのは、クモちゃん出てることが多いんで、そういった時にね、このハンターに逃げて、クモ飛ばしてきてくんねえかな。飛ばしてきてくれてると、一気に回復できるんだよね。この状態ってのは結構ピンチになりやすいっちゃなりやすい。今一番ピンチじゃない？もうちょっと後半になってくると火力上がってくるかな。こんな感じでね、ガン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 押されていくと、あ、いいね、いい、いいね。でもここでコグモちゃんが出てきてしまうと、コグモちゃん今バンバン殴って一瞬で体力が全開していく。なんせ強いダメージを食らうと、今これ比較的ね、お団子防護術であったり変異無法であったりでガンガン軽減してるけども、一切軽減できていない状態で被弾すると、普通に体力半分持ってかれるんでござるね。これこのダメージ量このダメージ量で、この状態でコグモちゃんを殴って回復できたりっていうのがね、一つ大きいところ。こういう時、こういう時ね、コグモちゃんこっちに飛ばしてくれると、オートセクシーサービスショット。あくまで生存力だな。ダダダダン、36分44秒。236の八つ課題、多分260ぐらいまではいけるんじゃないかなと、いったところでござるな。てなわけで、いやー、特別等級はさすがに放置は厳しいだろうなーと思うよね。たまに成功させるぐらいならできるかもしれないけどもね。まだね、300いってない。プレステ5版やってるから300いってないんだけども、他の人のやつ見ると相当火力高いからな。もうそうすると多分、厳しいよな。てなわけで。もうあれか、笛4人で担いで全員で回復をずっと落ちするか。役に立てれば幸いです。See you! 回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。